農家の会ですから、なんかさっき送っていただいた方と話したから、なんかもう一回安倍首相来るの、ここに来ないの、何回も今まで入ってらっしゃるから聞いたの、もう3回も入ってるの、昨日で3回入ってるの、埼玉県にも来るんだけど、埼玉県に来るのは自民党のためじゃなくて公明党のために来てるんです埼玉県三人区で公明党も立ってるから、埼玉県の衆議院議員は公明党から票もらわなくちゃいけないので、首相とか官房長官来るのは公明党さんのため、でもここ福島県は一人区だから、この益子照彦を要は絶対に彼らにとっては落とさないとメンツが立たないって話になってるわけよ。このメンツの政治ですからね。ですからここはやっぱり福島の皆さんもこれまでの結構昔からあるじゃないですか、反権力っていう、この国家権力に対してはしっかり意思は貫き通すっていうところを多分皆さんで心の底には秘めてらっしゃると思うんです。ですから今回の選挙では益子照彦さんに、益子照彦候補に皆さんの力をもう一度いただいて、私当選すると怒られちゃうんだけど、また私部下ですから、部下だからもっとしっかりしろと怒られちゃうんですけども、ぜひ日本の政治でこういう筋の通った政治家を通させていただくのが福島県の皆さんのご見識だと思いますので、ぜひこれまで益子先生に対する応援に心入りに感謝申し上げまして、あと明日明後日です、私もね埼玉県の県連代表として先輩本部長で自分の候補者抱えてるんだけど、益子先生にねぜひ当選してほしいので、今日来ました、益子先生よろしくお願いいたします。ありがとうございます。益子先生ありがとうございました。それでは続きまして参議院議員の大島九州先生、よろしくお願い申し上げます。そして今日は福岡から遠いところありがとうございました。福岡こんばんは。いや大島先生の後の大島でございますけど、私は九州男で福岡でございますが、大島先生は祖公会という会のですね会長で、実は益子先生もその祖公会ですね。でさっき話の中で精神会長を辞めちゃったって話あるでしょ。あれはですね、実はこういうことなんです。私は益子さん先生が精神会長で、私はその副だったんですね。それで益子先生がですね、原発問題、安倍さんがアンダーコントロールだと、原発は安全だって言ったじゃないですか。益子さんはそれ聞いてね怒っちゃって、まあ、ふざけるなと、どこがまあ安全なんだと、それで最終処分場はねどこに持っていくんだって話になった時に、我々党の中で益子先生があれだけ安全だって言うんだから、お前安倍総理の地元に持ってきゃいいじゃねえかって言った。これで安倍総理の地元に持ってきゃって分は私が作るわけですよそしたらそれを党に出したらですね、何言ってんだと、大島お前山口の人からお前何て言うのか分かんねえだろって言って私が怒られる。これで私が益子先生ちょっとこういうふうに言われたんですけどって言ったら、何言ってんだとお前、福島の人のことを考えたらお前、あんな安倍がそんなこと言ってんだからお前山口持ってるのは当然だろうとか言って、はい、分かりましたそれで最終的にどうなったかっていうと、総理の地元へ持っていけとか同じことですからね、山口に持っていけじゃなくて総理の地元へ持っていけということで、まあ、そういうこともありながら、そして極めつけはこれだった。原発を輸出するというそういう条約に私たちは党議拘束っていうのがかかってますから、党が賛成するって言ったからみんな賛成ボタンを押さなきゃいけない。益子さんは反対ボタンを押してそれでクビになったんだ。いやだから先生とね、先生がおっしゃったのはね、おしまと福島のことを考えたらお前誰があんな原発なんか輸出するようなことができるんだ、まさに先生は皆さんのことをしっかり考えて発言され、そしてその行動される、そのことを今大島会長がですねおっしゃった。まあこれで私は一つだけね言いたいのはですね、中小企業対策やいろんなこと益子先生にあるでしょ。だって自民党のですね先生に私ご縁があるんで、自民党の先生に話聞いたことは、どういうことを聞いたかというと、大島君は
あのな、業界団体をつなぎ止めておく最良の方法は何か知ってるかって言われて、いやそれは先生あれでしょうって、業界団体の要望を聞いて出現することでしょうって言ったら、バカだな君はって、そんなことやったらみんな離れていくだろうって、え、極意は要望だけ聞いてやらないことだよって教えてもらいました。わかります、これすごいですよね。いや実はね、私昨日郡山ずっと待ってたんです、一軒一軒。そしたら益子先生のポスター貼ってるとこあって、早尾燃料さんって言ってね、あの会社があったんです。あ、そこにねこう言ってね、すいません、もう先生のポスター貼っていただいてありがとうございましたですね。中小企業の社長が自民党を応援することは間違いないですよ。なんでかって言ったら、だってみんな大企業の味方でしょ、の人たち、庶民の声の代弁なんて誰もしてないでしょ、でしょ、そうですよね皆さん。それをね、我々ね言うの、あのこれね、本当の益子先生っていつも言うんですけど、中小企業の社長はね、自分の業績が、会社の業績が悪くなったら自分の給料をカットするんですよ。そして従業員の雇用を守るんですよ。そして潰れるときは家屋敷全部取られて、最後は自分の命の生命保険で払うような人もいるんですよ。大企業の社長どうですか、業績悪くなったら人の首を切るんですよ、従業員の。そして自分の業績上げて株価上げて、それで評価する。その株価上がったら株持ってる人のところに行くわけでしょ。わしね、80のおばあちゃんって、うちのおふくろ80になって透析するようになったんで心配だから電話するんですよ。おふくろ大丈夫か、大丈夫、あんた心配しなさんだから、私はあんた80になって透析してるけど虫歯一つもないんだからって言うから、いやよかったなって、全部入れ歯だからって言うんですよ。おいおふくろ、笑わせるだよと。そしたらおふくろはね、この間、あんたねテレビ見て株が上がって、株が上がっていいなんて言ってくるんで、なんでそれでいいのと、ね、あんた買い物行ったらね株が上がってね値段高くなっちゃってんだから、あんた困るでしょって言うから、おふくろ違う、それが言ってる株じゃない、テレビが言ってる株はあのお金で買ってこう上がったら儲かる株なんそれとか言う。要は何か、庶民にそんな株は関係ないわけですよ。金持ちと大企業だけが儲かるような庶民に関係ない政策をやってるのが今の安倍さん、安倍のミスでしょ。いやだからそこで庶民の数の方が多いのに、なんで自民党が勝つのかがおかしくてわからない。夜も眠れない、それを考えると。でしょ。だからみんな国会議員で昼寝してるんですよ。いやだからね皆さんね、おかしいことはおかしいとはっきり言える益子先生、本当に素晴らしい先生です。それで私は本当に益子先生、選挙前にチェルノブイに行ってその状況だけはしっかり見なきゃいけないからって、あそうですか先生、いつ行くんですかって、国会やってる間ですよ、チェルノブイに行くって言って、行くぞって言って、いいいいって一泊四日ですよ、一泊四日もう行ってチェルノブイリ視察して、ホテルに一回泊まったらそのまま帰ってくるので4日間使っていくんですから。いやほんでこの間イスタンブールで爆発したでしょ、私みんなから言われました、バカで何しに行ってんだとか言われて、いや益子先生が現状を見なきゃいけないからって言って、選挙前にって言って、そういう先生ですよ、本当に素晴らしい先生で、今回は安倍さんが、まあ、今の大臣に指名した最大の理由は選挙に弱いからですからね。それであの人を大臣にして選挙を勝たせようとした。ところが益子先生はそれを打ち破る。そうすると安倍さんのあの政権に、内閣に徹底的な打撃を与えることができるんです。だからこの戦いは本当に日本を変える戦いなんです。そして平和と復興をする戦いなんです。皆さんのその戦いは益子先生を押し上げることによって復興と平和を実現する戦いなんです。そしてこの地元が、皆さんのお声掛けが最後の勝敗を決める。皆さんの力で安倍総理に一泡吹かしてやってください。よろしくお願いします。最後まで頑張りましょう。ありがとうございました。力強い人は本当にありがとうございました。それでは民進党常任幹事会議長、元総務大臣、衆議院議員、原口一博先生、よろしくお願い申し上げます。皆さん、改めまして、こんばんは。
ご紹介いただきました、民進党の常任幹事会議長つっても何のことかお分かりにならないでしょう。多党で言うと総務会長ですね、務めております衆議院議員の原口和弘です。今日本当にたくさんの皆さんに益子先生のためにこうして足を運んでいただきました。ありがとうございます。そして何といっても日本一の筋を通す、そして優しい、なんかさっき面倒くさいとか言ってましたけど全然違いますよ応援演説に来てなんてこと言ってんだろうと思いますけど、私は本当におおらかで優しい人ですよね。そして筋を通し、福島第一でしょ、郡山第一ですよ。先生が怒ったとこ見たことないです。ただ唯一だけ怒られた、私も総務省を務めてさせていただいてた時にですね、経産副大臣をなさっていて、その税の無駄遣い半端なことをなさった時にですね、役所の人がその時は本気で怒っておられました。実は私1年半前に、全治1ヶ月の怪我を負いまして、衆議院選挙の時は自分の選挙であるにもかかわらず出ることができませんでした。まあ、怪我は大したことなかったんですけども、なんとその手術のミスでプレートに菌が入ってたんですね、 MRSA で、足が腐り始めました。だから背中から肉と骨を取って移植してって、それもダメでもう一回足からやって、で3回目にやっとついて、で衆議院選挙の時は4回だけお医者さんにですね、出てったら命は保証しないけども、まあなたがそんなに言うんだったらっていうんで出させていただきました。なんとか益子先生のお力のおかげでですね、本当に心から応援してくださいました。私は今日皆さんにお礼を申し上げに来ました。私がこうやって7期のバッジをつけて国会で動くことができるのも皆さんの力のおかげです。日本一の政治家を国会に送ってくださって本当にありがとうございます。病院から立候補してですね、当選した人間って今まで2人しかいないらしいですね。一人が玉坂は私でしたけども、もう一人は田中角栄さんだそうです。まあ比べようもないんですけども、その時思ったことは、私も献血ってありがたいなって大島先生、まあ二人とも大島先生思いました。二人分の血液を入れ替えたんですね。だからテレビで見てた時とちょっと違うでしょ、血が入れ替わってますから人間が入れ替わってで、その時思ったことは、人間大切なことってそんなにたくさんないなと思いました。私たちは、私も自民党を25年前に出てきて、そして益子先生とずっと一緒に行動をしてきました。で、なんでこうやってやれるのかな、やっぱり小さい頃に、あるいは皆さんから可愛がられて抱きしめられた、それをやっぱり子どもたちに送りたいんですよね。同じ予算があるんだったら、今の政権のようにむちゃくちゃに、安倍さんはですね、あれやりたい放題やってるんじゃないんですよ。対日要望書っていうのがございまして、その通りなさっています。アーミテージレポートっていうのがあって、その通りなさってるんです。さぞ不自由で悔しかろうと思います。しかしどうですか、大臣、今お話にあったように選挙に弱いから大臣にする、とんでもないでしょ。国家のために、国民のために大臣しなきゃいけないでしょ。法務のその知識もなくて国会での答弁、あれ吉本興業じゃないですか。いや、吉本興業に申し訳ないけども、あれはみんなを笑わせていいんですけども、大臣を笑わかすのが仕事じゃないですよ。本当にその法の番に、まさに司法っていうのは、司法が弱いと何が起きるかというとですね、みんなが泣き寝入りするんですよ。行政府に対して司法府が弱い、特にそこの大臣が弱いと何が起きるか、正義が通らないんですよ。皆さん、正義が通らなくていいですか。この郡山、私は大島九州さんと一緒に九州から来ました。私は龍造寺っていうところの末裔なんですけども、ちょうどその久留米からこの郡山に来て、開墾を先祖たちがしていますね。一尺開墾すれば一尺の幸せ、
一寸耕せば一寸の幸せ、まさにこの郡山から日本の夜明けが始まったんです。でその先頭を走っておられるのが益子照彦先生です。益子先生は今お話があったように決して妥協されません。今だけ金だけ自分だけ、今さえ良ければいい、金さえあればいい、自分だけ良ければいい、これがアベノミクスでしょ。皆さん金利いくらですか？私たち銀行に預けて先生いくらですか？そうですね、 0.002 ぐらいです。でところが銀行は日銀に預けると 0.1 なんです。どっちになりたいですか？ 0.002 と 0.1、 50倍ですよね。これがアベノミクスの正体です。金融緩和と言ってるけども、実は私たちのお金を失業させて、そしてそれを一部の人たちに振り分けてるんです。でこの振り分けはもう限界に来てるんです。よくねテレビでアベノミクスの失敗とか言ってるでしょ。失敗なんてもんじゃないですよこれ。今日銀は400兆も株も年金、私たちの年金資金で使ったものも買い込んでるでしょ。株と国債でものすごい買い込んでますよ。これその風船がですね、よその国の3倍に膨らんでると思ってください。今日もそこいたらもっと前へとかもっと力強くと書いてありました。もっと力強く風船に息入れたらどうなりますか？どうなります？バーンでしょ。バーンになったらどうなります？国債発行できないってことでしょ。国債発行できなければ年金なくなりますよ。公務員3分の1でしょ。私総務大臣をさせていただいてましたけども、あ、益子先生見えました、ありがとうございます。打ち合わせではあと5分喋れる予定だから。でももう本人が来たら私はお話をしません。バーンのところで終わりましたね。最後に申し上げます。もっとあったかい社会を作りましょう。益子先生と一緒にあったかい社会を作りましょう。さっき申し上げたようにまだ私はリハビリをしています。だから足動き変でしょ。リハビリっていう言葉はですね、リハビリス、これはハビリスっていうのは自分らしさっていう意味だそうです。自分らしさを取り戻すっていうのがリハビリなんですね。私は益子先生とお会いをして本当にいろんなものを引き出していただきました。先生イノシシどうしでしょう。私もイノシシです。もうちょっとずつ盲信って損ばっかりでしょ。一回りの下のイノシシ年で背中を見ながらやってきました。最後にこの話をします。私の名刺は障害を持った人たちが一枚一枚作ってくださってる名刺です。これも先生に教えていただきました。障害を持って私の友人、こういう友人がいます。手も足も口も動きません。言葉もこうやって出せません。だけど多くの人たちの悩みを聞いてます。どうやって聞いてるか、それはですね、目の玉をコンピューターに動く読ませて、上を向けば右を向けばいいっていうふうにして、それを言葉にしてるんです。彼はたくさんの人たちの悩みを聞いています。こう言いました。できないことが問題なんじゃない、できることが大事だ。障害は自分の中にあるんじゃない、社会の側にある。これを取り除くのが自分の仕事なんだ。目の玉さえ動けば多くの人たちの悩みを軽くすることができるんだ。皆さんどっちがいいですか？あのパナマ文書に載ってるような今だけ金だけ自分だけの、そういう人たち、法務なんとかになっても答弁もろくにできずに国民も守れない、そういう人とここにいらっしゃる本当に輝ける人でしょう。日本の良心でしょう。私たちの目標です。益子照彦先生をぜひ国会に戻してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。